皇位継承順位とは、日本の皇室において、皇室典範に定められた、皇位継承順序に基づく、各皇族の皇位の継承順位。1889年に、皇室典範が定められるまで、皇位継承やその順序に関する名分のルールはなく、その時代により変化はあるものの皇統に属する団系、不系で皇族の身分を有する者が皇位を継承してきた。 1947年に施行された、現行公室転範では、皇位継承に関してもおおむね旧転範を踏襲したものの、旧転範が諸子にも、皇族資格、皇位継承資格を認めていたのに対して、現行転範はいずれも着出氏のみに限定した点が異なる。なお、現行公室転範施行時にいた諸子の皇族は、着出氏とみなされた。 十宮家26名の旧皇族男子が、皇籍離脱した1947年10月14日以降、皇位継承資格を有する者が、最も多かった時期は1965年11月30日に、綾宮文人新王が誕生してから1987年2月3日に、高松宮信人新王が皇居するまでの9名で、あり、最も少ない時期は2019年5月1日に、 第126代天皇徳人が即位してから、現在の3名である。2020年現在、皇位継承資格を有する者は3名である。皇位継承資格を有する者のうち、最年少は、金城天皇のおにあたる、第2位の久人新郎で、最年長は、金城天皇の王子にあたる、第3位の日立の宮正人新郎。皇位継承資格を有する3名の最近、 共通祖先は、第124代昭和天皇、皇順皇後,后夫妻である。また、第126代天皇特人の即位以降、現行の皇室天範の下では初めて、皇太子はもちろん内定皇族に、皇位継承資格を有する者が一人も存在しない状態となった。なお、秋人は、天皇の対位等に関する皇室天範特例法の規定により、 好位継承資格を有しない。現在の日本国憲法及び、皇室典範では、皇位継承及びその順序について、次のように規定されている。は、皇室典範、第2条第1項に示されている順序の覚悟と、続き柄皇室会議は、日本の皇室に関する重要な事項を抗議する、国の機関である。皇室典範、第28条以下に定められる。 行為継承順位の変更は、出席議員の3分の2以上の多数で決する。公室会議は、公室転範第28条第1項、第2項に基づき、議員10名で組織される。現在の議員は、以下の通り、公室転範において、行為は、粗相の高頭に、指定男系の男子これを継承すと明文化され、その順序は、 直系長系長子優先とし同等間では、着所長用の順となっていた。例えば、伏見宮定なる新郎には、山品宮明新郎を、はじめ10人以上の実刑がいたが、その大半が諸子であり、着室の兄二人も創生していたため、着室師の定なる新郎が、兄弟間で最上位の継承順位を有した。なお、諸子の兄弟間では、 実母の羊身分の差に関係なく徴用の順となっていた。また、諸島後も着出子孫が不在の場合には継承できた。後男子及び時期宮家の6名11宮家の26名、将来的に皇室転搬に定める後位継承資格者が存在しなくなる恐れが生じた。そのため、国会、政府で皇室転搬改正などについて議論された。 2000年代に入って表面化した問題については、後位継承問題を参照。ありがとうございます。